どうも、今日はですね、個人的にすごく今撮影しにくい状況におります。なんでかというと、ちょっと画像出しますね。トン。普段こういうライトを使って撮影しないんですよ。なぜかっていうと、明るい時間にしか撮影をしないので、太陽光を使って明るさ調整してやっていくんですが、現在ね、がっつり深夜。はい、ちょっとスケジュールの関係でここで撮らないと投稿できない流れになってしまって、今こうやってね撮っているわけなんですけれども、今回は先週春休みについて話をしたんですが、実際に春休みの計画の立て方の部分に着目してね、話をしていきたいと思います。まあ今まで、まあ勉強計画ね、どっかのタイミングで立てたことあると思うんですよ。それがなかなかうまく機能しない。計画を立てたんだけどうまくいかねえなっていう経験が多くて、で、今回も立てようと思ってんだけどなんか自信がねえなと思う方は、ちょっとね、うまく計画を立てたものが機能するっていうところのアドバイスができたらなと思っておりますので、よかったら最後までお付き合いください。本当はこの距離で喋りたいんですけどね、なんかちょっと画面暗くなるんでちょっと近づきますね。すいません、いつもの近くで。で、早速ね、計画について喋っていこうと思うんですけれども、まず、なんで春休みを頑張るといいのかっていう。まあ、春はチャンスだと思ってるんでね、まあ、先週もちょっと話しましたけど、あ、でも、先に言っとこう。ごめん。夏休みになったら夏はチャンスって話をします。冬になったら冬はチャンスって言います。そこはすいません。職業柄で。でもね、春は本当にチャンス。本当にって言うとなんか、嘘くさくなるけど、チャンスなんですよ。で、なんでかっていうと、ただ、もうこれは理由はすごく単純で、頑張る人が少ないから、春休みは。宿題も出なかったり、課題も出ないことも多いし、春って、まあ、テストも近くないじゃないですか。だから別に気を抜いてもいっかって思いやすいんですよ。だって現に、正直に言うと、春頑張んなくても、そんなに痛い目見ないですもん。周りがあんま努力をしないから。停滞して終わるっていうね。でも、うまく考えると周りがあんま努力をしないっていうことは、自分が努力をしたら差を詰めるよね。もっと言うと抜けるよね。他の夏休みとか冬休みはやっぱり基本的に勉強します、みんな。だから追いつこうと思っても、こうやってね、追いつこうと思ってもこっちも伸びていくからね、離れていくから、逃げようとしてなかなか追いつけない。でも春はここを頑張らなくて停滞してくれるからさ、そう、うさぎさん寝てくれるわけよ。だから亀さんペースで頑張ったら抜けるっていう、これが春なので、それをうまくやっぱり活かしていくと、結構ね、新しく中1になる、新しく高1になると学校変わるからさ、その今までの順位とガラッと変わるってイメージつきやすいと思うんですよ。でも中1から中2だったり、高2から高3みたいな同じ学校内で進級した場合さ、そんなに変わんなくねって思うでしょ。これ変わるぞ。結構今までの自分も体感もそうだし、俺の生徒も見ててもやっぱそうだったけど、変わる。うん、やっぱり新しい学年、中2とかの学年末テストから中3の最初の中間テストとかのやっぱ順位の分布って変わるんだよね。やっぱほんとチャンスなんだよ。春を自分のまあプラスになるための生かしきれた方っていうのは、やっぱりあからさまに伸びていくので、ぜひそうなってほしいと思ってここから喋っていきます。ごめんね、前置き長くなっちゃってね。でもポイントはただ2つです。2つで、今回は一応3月27ぐらいからまあ春休み始まるとしようか。約2週間、まあ、14日間にしよう。まあ、前後あると思うけどね、そこはうまく調整して。で、14日間あるとします。で、まず、計画を立てるときに、まず一つ目、ポイントね。一つ目は、やるものを具体的に書く。具体的に書く。これがまず1個目です。めちゃくちゃ当たり前のこと言ってると思うでしょう。で、これは悪い例を出します。これがわかりやすい。何かっていうと、例えば中3に上がる子だったら、中学2年の復習をするとかね。これはおそらく機能しない、この子に関しては。だって何やるんっていう。それを復習をするって言っておいて、例えば数学はこれとかってね、これをやりますって具体的になってればいいんだけど、復習するぞとかね、英語頑張るぞみたいな、これは結局やろうと思っても何やればいいか分からなくなるから、自分が。なので、その何やろうかな、何やろうかな、あっち行ったりこっち行ったりしてる間に春休み終わるからっていうんで、うまくいかないので、ひとまずやることを明確にします。実際にどういうふうにね、具体的にやるかっていうと、あまり欲張んない方がいいです。個人的には5科目全部やれたらまあ理想的なんですけど、言うて14日間よしかないから、まあ1科目か2科目ぐらいかな。まあそれはみんなに任せます、さじ加減に関しては。ただ欲張りすぎると、もう欲張りハッピーセットにして潰れちゃうから、食べきれねえよってなっちゃうので、まあある程度絞って、単元も絞って、そこをきっちりやっていく。で、そのやるものに関しても、教科書使うのかワーク使うのかね、俺の動画使うのかわからないですけど、これをでも数字にする、ちゃんと具体的にするっていうのは数字であげるからね。ワークを頑張るんじゃなくて、ワークの何ページから何ページまでをきっちりやるとかね、やるっていうかできるようにするっていう、そういう風に具体的に立ててください。そしてもう一つ、これは休みの日を作るです。で、これ休みの日っていうのは、単純に休むぞっていう休みの日ではなくて、
計画を立てるときに、じゃあどうしようかな。じゃあ、例えば英単語頑張る子にしようか、分かりやすいんで。じゃあ英単語を、じゃあ春休みに300単語やるっていう子がいるとしますね。300単語、14日間が。なので、1日何単語でいける ?20ちょっとでいけますよね。だからペースとしては1日23、23ぐらいで。23個、46個って感じで、69個ってやってたら、まあペースオンしていくわけだと思うんですけど、これ毎日この数ってやるんじゃなくて、1週間に1日、もしくは2日間、全く計画を使っちゃいけない日を作ってください。わかりやすいのは日曜がいいと思います。日曜日は計画に入れちゃダメなんです。だから、14日間で言うと2日省かれるよね。日曜日2回来るから。だから14日間で300単語やるんじゃなくて、12日間で300単語やるっていう計画を立ててください。で、この部分が自分が立てた計画を確実にやりきるポイントになっていて、まあ今までね、計画をどっかのタイミングで立てたことあると思うんですけど、多くの方が失敗したと思います。ごめんね、言い切ってると失礼かもしれんけど、俺もすげえ失敗してきてるから。で、失敗してる方の方が圧倒的に多い。うまくいかなかった。計画通りいかなかったっていう。で、その方はですね、入れすぎなんです。詰め込みすぎなの、もともとが。で、人は機械じゃないので、気分のムラもあるんですよ。昨日、例えば15ページできた人が今日も15ページできる保証がない。そうやって契約、機械みたいにできないからね、コンスタントに。でも気分のムラもあるし、その問題の難しさも出てくるから。だからうまくペースオンができなくなる。で、それを調整する日を作る。それを必ず1週間に最低1日、もしくは結構もっと崩れやすい不安があるんだったら2日間、土日は作らないとかね、使わないだねってやっておいて、例えば金曜までやるじゃないですか。で、どっかで崩れ始めるので、それを土日にうまく回すんです。で、土日で調整するの、崩れた分を。あとは崩れたとかペースオンしてるんだけど確認しなきゃいけない。いいかい？英単語をやるって、300単語やるって方も間違っちゃいけないのが、300単語頑張ったじゃないんだよ。300単語覚えただから。数学のワークやる方も、ワークを15ページやったぞじゃないんだよ。15ページ分できるようになったっていう。いいかい？自分の力になった。これ必須。やったじゃないんだよ。勉強したとできるようになったは大きな違いだよ。もしここが曖昧になってる方がいたら、この春できっちり掴もう、そこの違い。やったとできるようになったの違いね。ここを大事に、まあここをね、意識しながらぜひね、やってみてください。ということでね、駆け足になりましたが、バーって2つポイント喋らせていただきました。まあもちろんね、そんなことは知ってるよ、もっと詳しいことを教えてくれよっていうね、方もいたかもしれませんが、これ実は結構忘れがちなんです、この部分。そう。で、一生懸命契約を立てた。で、契約立てるのも時間かかるんよ、意外と。結構1時間とかかかっちゃうからね。で、頑張って立てたのに、結局宝の持ち腐れというか、うまくいかなくて、クシャクシャクシャパーンみたいなね。やっちゃうんですよ。すごくもったいないと思って。で、契約を立てたのにうまくいかないと何が残るって、自分は契約を立てたものもできねえんだって。しかも、人に与えられたものじゃなくて、自分で決めたものだから。で、それもうまく達成できないんだっていうんで、自信がなくなっちゃうんですよね。もったいない。春チャンス。駆け抜けるね、もう準備運動の期間なんだ。新しい学年始まって、ダッシュで、スタートダッシュをね、切れるためにも、そういった意味でいい春休みにしてください。で、ポイントとしては、ね、2つ話しましたけど、あとは詰め込みすぎない。いいかい？たくさんできたらいいよ。たくさんできたらいいけども、確実に達成できる量にしてください。周りが少ないって言おうと関係ない。あなたの人生、あなたが決めた目標を必ずやりきるんだっていう気持ちで、この1週間だよ、春休みなる、始まる前に契約を立てて、で、春休みいいスタートを切って、終わった時によっしゃやりきったって。ぜひ多分春休み終わった頃にまた動画撮るからさ、その時にコメント欄にさ、やりきれましたっていうコメントが溢れることを願っておりますので、ぜひね、参考にしてみてください。ということで、駆け足になりましたが、以上、ハイチでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。